シャーリオルスです。全員集合したところでドラゴンクエスト、クエストビルダーズ2始めていきましょう。いやー、いっぱいいるね。はい、前回はね、怪しいこの植物園に なぜか骨の人たちが常にいるんだよね。ここに多分この辺に、多分この辺にって言ってるんだけど、どういうことなんだろう。うん、であと怪しい、レストランも出来上がりました。うん、いやー久々にビルドをしましたね。はい、じゃあストーリーを進めていきましょう。クエスト持ってるアデンさんがなぜか外に行っちゃったんで、いた、まあ、体でっかいからね。この部屋はちょっとちっちゃいよね、アデンさんに。そういえば船長はいるのか。ガーハリアロスよ、箱舟も船長がいなければただの箱じゃ。ひょっとして前回船長の話出たけど、この船の舵を切るのは船長なのか、ひょっとして。あ、それで出てきたのか、話題が。箱舟も船長がいなければただの箱じゃ。ああ、じゃあ僕が舵切るんじゃないんだ。はあ、いるんだ、生きてるんだ、本当に。結構冗談で言ってたんだけどな、船長船長って今まで。このアデンサボリ、箱舟の船長になってくれる者の心当たりがある。世界の狭間と呼ばれる地に妙な船の管理をしている変人がおるのだ。もう何から何まで変なやつだな。え、そうだった？変な人だったっけ？割といい人だったけどな。うん、船の管理をしてるなら箱舟の船長も務まりそうだよね。ああ、これ目立つだった。船の管理をしてるなら箱舟の船長も務まりそうだよね。変人でも何だっていいよ。しかし世界の狭間というのが厄介でな、暗い闇に閉ざされ簡単に行ける場所ではなくなっておるのよ。ああ、一回行ったけどね、あの真っ暗な洞窟、うん、あれと別。でもきっとみんなで考えれば暗い道を進む方法も見つかるよ。あ、そう、ライトつければいいんだよ、車に。うん、ヨルス、一度みんなと相談してみよう。ライトでしょ、そんなの、この車に。ああ、明らかにこうライトがつきますよ部分があるもんな、前に。で、キシムが知ってるよ。話は聞いてたぜ、世界謎の暗闇か。そんなとこどうやって行ったらいいんだろうな。考えるのじゃ、みんなで知恵を出し合えば必ずなんとかなろう。あ、前回そういえばキラジガガガガって言ってたけど、大丈夫なの？大丈夫なの？壊れたりしない？暗闇の中を進むには光、ライト。そうそうだよね、そういう発想だよね。そうだな、超スーパーカーの目からピカッと何か出せないのか。そう、ビルド君、思いつこう。最近思いついてないよ。おお、そうじゃ、超スーパーカーにライトをつけられればハゴン城行く道も照らせようの。目といえば光放つ大眼だ。あれにはすげえ力がある。何かできそうなもんだが。やはり取ってきておいて正解じゃった。リオルス、どうにかなりそうかの。なるでしょ、まあ、そのためのフラグでにしか思えなかったもんな、あれ。何か思いついたら超スーパーカーを改造するための設計図をか。え、設計図なの？設計図の、え、また車が大変身するので、アデンさんはなんでいつもイオナズンポーズなの？イオナズンポーズのせいで僕が全く見えないんですけど。改造ガレージの設計図を描いた。そのイオナズンポーズ楽しそうだね。うわ、あ、これを作ればライトが作られるわけ。またよくわかんないのがあるな。はい、エアベントまた活躍。超スーパーカー1。一応これも素材なんだ。超スーパーカーを改造する設計図が書けたんだな。うん、光放つ大魔の子から直接魔法エネルギーを取り込んで車の目を取り光らせるというわけか。設計図が完成したら車を中に駐車しなきゃいけないみたい。これはリオロスに任せるしかないね。駐車？うん？うん？ここ止まってる場所でいいんじゃないの？では俺様たちは箱舟の建築を進めておく。リオロスは超スーパーカーを改造するんだ。え、このレシピは僕が作るの？え、これ僕が作るんですか、これ？え、これはみんな作ってくれないの？え、うん、なんか作る気なさそうだね、みんな。作る気なさそうだね。これ僕が作るんですね。はい、あ、そっか、じゃあビルドするか。立体構造物は難しいんだよな。うん、ちょっと頑張っていきます。ほっす。あれ、なんだか難しそうに見えて、うん、ほぼ出来上がってるところにちょっと付け足すだけで済んじゃったんで、意外と楽だったな。終わり。さすがにみんなが作ってくれるもんじゃないやつは
簡単にできてんだね、うん、それでそれで今回これからどうすんの。また僕が超人的な動きをするわけ、ここからで、なぜか、おー出た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 、この謎の動き、おー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 おおお、すごいスーパーカーに命が宿っていく感じ、うん、ヤスリする必要はなくない？なんかヤスってるけど、それはな、その青い電のは何の意味があるの？色つく、色はまだつかない？あ、色はまだつかないけど目がついた。おー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 、オープニング出てくる車に、うん、だんだん近づいてきたね。車にライトがつくようになった。うひゃー、すげえじゃねえか、リオロス。車を改造できたんだな。その目からライトが出るわけだ。ほほう、オート制御か。暗闇に入ったら自動でライトがつくのじゃない。これは凄まじい。ちょっとビルダー君の科学力がなんかすごいことになってきてるぞ。さすがじゃぞ、リオロス。これぞ、光なき暗闇もへっちゃらじゃ。世界の狭間にも行けそうじゃの。え、もうじゃあ行っちゃっていいの？ああ、キシムさんに報告しないと。すごい技術力だな、それ。どういうこと？やはり三神官最後のアデンもビルダーに導かれてここに来ましたか。ああ、ヨウジさんか。船長を探すのだ。船長が務まりそうな変人のいる世界の狭間は暗闇に閉ざされておる。うん、そうだよね。どうにかできそうか。できそうです。ふっかっか、やったな、リオロス。これで車の目が光るようになった。これで世界の狭間って場所には行けそうだけど、ハゴ城にはまだ行けないね。うん、最終的にはそこで、まだまだ遠いのか。ハゴ城には宙に浮かび、その周りには黒い魔物が出す強力な結界があるか。車を飛べるようにして黒い魔物を倒して結界を破るための魔法を打ち出す兵器でもつけなきゃ無理だぜ。いや、いつか作っちゃうんだろうな、それ。うん、飛べるようにか。リオロスならできそうだけど、改造するにも素材がなきゃね。うん、方法がないわけではないが、今あまり考えたくないの。どういうこと？ん？なんでそこで終わんの、話が。はははリオロスよ、車にライトをつけ暗黒空間の中も走れるようにしたのだな。これで世界の狭間へと行き、箱舟の掃除を任せられる変人を連れてこれるであろう。では頼んだぞ、リオロス。目立つとともに改造した車に乗り、船長を探しに行ってきてくれ。ライトで暗闇を照らそう。車の前方をライトで照らし明るくできるようになった。真っ暗なマップでも進むことができるぞ。なるほど。で、ちょっとキラーじいさんの話の途中が気になるんだけどな。頼むぞ、リオロス。ああ、クエストの話になっちゃう。今は考えたくないのってなんだろう。ひょっとしてキラー爺さんがこの車と合体したりしない？いやー、なんかそんな気してきたな。なんか故障しかかってるのもそのフラグのような気がする。で、爺さんをこの車に組み込んでゴルドンみたいな感じになっちゃうんじゃないの？じゃあもう一回出発しよう、うん、なんかいつかその日が来そうだな。で、暗闇に向かう。暗闇ってここだよね。ああ、一応ここに向かえってことか、世界のはず。はい、じゃあ行っていきます、もうすぐ。で、こっからだよね。一応暗い中でも適当に掘り進んで、あっち側にほら、トンネルがある。一回掘り進んだんですよ、これ、うん。こっから掘り進んでこっちに出て、この辺、うん、探索した跡が、過去があるんですけども、上に行けたんだ、こっちから。なるほど。ん？あ、ゴーストか。ほら、ライトじゃ。ほらほら。逃げてく、逃げてく。逃げてく、逃げてく。狭いな、ここ。狭いな。道案内してくれてんのか、このゴーストは。あ、宝箱がある。なにこれ。このゴースト、いいゴースト、ひょっとして。あ、私はもうダメです。この滅びゆく世界で、このまま滅びゆく運命なんです。いや、今まで大苦戦してきたこのゴーストをついに仲間にする日が来たのか。え、滅びから逃れるための箱舟を作っている、一緒に来ないかですって。いいんですか、私は死神です。あ、死神か、ゴーストじゃなくて。死神の私を招くだなんて。もう来いよ、乗れよ。
もう嫌とは言いませんません。私を箱舟とやらに連れて行ってください。死神がついてくるようになった。大丈夫かな。お、世界樹の葉2枚目。はあ、なんだ、てっきりこのライトから逃げてんのかと思ったら、あ乗った乗った。死神も仲間になるか。すげえ、友達100人できるかな状態だ、ほんとこれ。で、まっすぐ刺してるけど、今みたいになんか隠し要素。あ、あ、ちょっと隠し要素とか言ってたら、隠し要素どころの話じゃなかった。あ、でも死神が仲間になったぜ。よろしくね。ムーン、これが箱舟ですか。そしてあなたがビルダーで破壊神様の友達だったとは。あなたはすごい人間だ。今や死神もあなたの友達です。ああ、どうしてみんな私をもっと尊敬してくれないんだ。私だって神なのに。あ、まあそうだよね、確かにね。え、そんなことよりシドの居場所を知らないかですって。そんなことよりとは何ですか。そんなことよりとは。あなた恩人です。知ってるならもちろん教えたいですが、神たる私も知らないことはあるのです。危ないから振り回さないで。ああ、お詫びとして私もここで物を作りましょう。死神の物作り、とくとご覧あれ。死神仲間に加わった。ストーリー上追っかけてなくても仲間になるモンスターこっそりいるんだな。うん。じゃあまだ取りこぼしあるかもしれないね。ちょっと動画外でまたうろちょろ走んなきゃ。うろちょろ走ってる時ね、前に、うん、お、わしはキラーじいさんじゃ。よかったわね、船長を探すんだ。よかったな。みんな来た、みんな来た、みんな、みんなすごいな。うん、一人来るだけでこんなに歓迎してくれるんだぜ。いい仲間たちだぜ。ほらリックとレックも来たよ。地獄さんも遅れてきたよ。私を知っているか。黒い魔物は話してどうにかなる相手ではない。そやつらを倒せれば城には入れるだろうな。ああ、黒い魔物とは友達になれないよってことですね。さて、じゃあもう一周するか。今の旅は死神を連れて帰るための旅だったわけで、はい、勘違いしないでよね。うん、下手に勢いつけていくとさっきみたいに穴に落ちるから気をつけよう。これ登って、登れそう？登ったところで何もなさそうだな。おとなしくこっち行くか。ん？ん？怖いな。怖いな。一歩間違えば崖だねこれ。あ、船長いる？船長。本当に？あの時の船長なの？あの時の船長がなんでこんなところにいるんだ。あ、この音楽、え、もう完全にあの船長でしょ。海賊船のテーマだもんこれ。ほらこの色、そうだよ。あ、ここにナンパしちゃうんだ。わあ、何ヶ月ぶりだよ。ん？貴様人間か。どっかで見た顔だが。ん？貴様は、まさかあの時のビルダー、無事だったのか。そう、いい人なんだよね。けけけ、忘れたとは言わせんぞ。俺だ、貴様さらった船の船長だ。それで、貴様はなぜこんなところに。シドを探しよう。なんて言ってたら出てきた。うわぁ、リオルス、腕が。おのれつ、積もる話は後だ。まずあの腕を追い払おう。え、戦うの？だが俺の船を壊されたくない。こっちに来て準備ができたら声をかけろ。え準備。いや、懐かしいな。これあの時の船っしょ。あの時持って帰れなかったものが持って帰れる。やったぜ。なんかいいもん落ちてないか。あ、火事じゃない、ハンドル。俺の船を壊されたくないって言ってたけど、僕が一番壊しちゃう。火事ハンドルゲット。お、部屋あるじゃないの。部屋あるじゃん。あ、部屋ねえ。部屋ねえ。ん？あ、寝れる。
あ、これでやっと寝れるよ。ベッド欲しかったんだよ。なぜかこの土地ではベッドを思いつかなかったから。ん？ね、これ壊せない。壊せない。壊せない。調べる。調べらんない。ん？壺の中に何か入ってるようだ。は？なんで？は？稲妻の剣って、は？なんでこんな方が入ってんの？てっきり普通に小屋子を。そう、このステージではね、魔物は小屋子を出さないから、普通に、あ、小屋子でなんかできると思ったのに、なんでこれがあんの？唐突すぎるんだけど。わ、めっちゃかっけえ。めっちゃかっけえ。あ、だから壊れなかったんだ、これ。はぁ、いやー、なんか、いつも壊して回る癖あってよかった。とりあえず壊して回る癖があってよかった。やったぜ。他にない、ない？あ、ちょっとこの階段も作れないんだよな。そういえば階段ももらっていこう。すまんな船長、一番壊してんのはやっぱり僕だわ。あ、まだ部屋ある。この辺も作れない。大事。隠し部屋とかあるんじゃないですか、船長。隠し部屋ないか。もうない。いや、さすがに稲妻の剣以上のものはないか。あ、でも、この辺とか僕が寝てた部屋じゃない？これ。そうだよね。これ最初僕が寝てた部屋じゃない？これは？あ、これは壊れるんだ。あ、やっとこれでトイレが作れる。ようやく。あ、いや、あれがないから無理か。あの、タオルがないから無理か。いやー、懐かしいわ。懐かしいもの破壊して回る。もうないか。もう下とかないか。下手に下壊すと奈落に落ちるからね。まあ、こんなもんだろう。さすがにこんなもんだろう。ごめんね、船長待たせたね。あ、これ、ゴザブロック？わら床、ゴザブロック。わら床、大事。あー、ぶねあぶね奈落に落ちるとこだったぜ。よし、お待たせ船長。もう十分だわ。あ、でもこれで、そっか、勇者セットが揃っていくのか。あとはあれかな、光の兜かな。うん、もう鎧上下と盾と剣が揃ったから、あと光の兜だね。うん、よし、ここなら俺の船を壊されずに済む。あの腕を追い払うんだ。そんなことできんの？その前に貴様には大好物のこれをやろう。俺からの再会の印だ。当てようか。これ昆布でしょ。ほらね。分かってる。うん、さすが船長、分かってる。さあやるぞ。それが人生最後の食事にならんようにな。あ、そんなこと言ってた。人生最後の食事になるぞみたいな。おい、ちょ何あれを避けて、え、どうやって追い払うのこれ。どうやって追い払うの。殴る。殴れない。え、どうやって倒すのこれ。ちょっと待って、ヒントください。そこだビル。ああ、なるほど、ここで疲れるのね。それ早く言って。お、すごい、メラ使えるんだ。まあ、メタルスライムだもんな。それ使えるわな。あ、ダメだ、歩いてるだけじゃ受けらんないよ。じゃギリギリまで引き寄せて走る。間に合わねえ。もうちょっと早めに走る。え、走っても間に合わないよ。ということは、ビルダー必殺。物理防御。おー、いいね、そこだ、ビルダー必殺、物理の壁。あー、効いてる。本当に防げるんだ。やっぱ、僕はビルダーですから、こういう防ぎ方があるんですよ。うん。バカ正直にね、付き合っていらんないですよ。もうちょっと前出よう。ん？見えない。よし。もうちょっと前でもいいな、この壁。もうちょっと前、あ、倒した。お、すげえ、2003も経験値もらえた。ハイタッチしよう。船長とハイタッチしよう。イエーイ。あー、しない。けやったな。どうにかあの腕を追い払えたぞ。と、そんなことよりだ。ビルダー、貴様よく生きていたな。そして随分成長したな。成長してる？本当に？顔つきとか変わった？あ、変わったな。顔つきは変わった。
何？積もる話をさらに後にして、とにかく箱舟の船長になってくれないと。唐突すぎる。魔物を助ける箱舟か。こんなところでも誰かのためにものづくりとは、貴様相変わらずお人よしだな。ああ、いいな、この雰囲気。誰やろう、貴様の頼みだ。船長の件引き受けてやらんでもない。お、何か条件がある？だが、貴様に改めて質問がある。あの日、船の上で貴様にした質問だ。あ、なんかされたっけ？ビルだよ。ものづくりとはそんなに楽しいことなのか。これ、いいえしていい。してもいい。してみてもいい。いや、実のところね、実はちょっと、ちょっと考えるところがあって。嘘をつけ。楽しいに決まっているだろう。俺も貴様の仲間になるぞ。あ、そういうオチね。さあ、そうと決まったら俺も箱舟ってやつに連れて行ってくれ。あれれ、どうしたの、リオルス。あっちに何かあんの？うん。え？ん？貴様が見ているのは我らが教団の壁掛けだが、いや、そんなもんないが。とっくに僕のカバンの中にあるが。あ、これがフラグなのか。一応ヒントはあるんだね。それで、教団の壁掛けなんか見つめてどうしたんだ？ん？あの壁掛けが欲しいだと。いや、もう持って帰りました。もう僕のカバンにあります。貴様相変わらず変わったやつだな。欲しいならくれてやろう。あそこにある教団の壁掛けを取ってくるがいい。おお、教団の壁掛けを手に入れたんだな。この流れ、もうお約束、この流れ。しかし、ビルダーの貴様がそんなものを欲しがるなんてどういうつもりなんだ？え、なんかに使えんのこれ。まあいい、さっさと行くぞビルダー。あの車とやりで貴様の箱舟に行こう。あ、じゃあ稲妻の剣のヒントでも何でもないんだ。え、じゃあもう完全に隠しか、稲妻の剣は。いや、怖いなぁ。じゃあ今までのステージもね、取り忘れてもあるんだろうな、きっと。うひぇ、なんかすごい気になってきた、今になって。あのピラミッドみたいなところもまだ回ってない部屋あったんだよね、そういえば。うん、ほんと行かないとな。で、帰り道どこ？あれ？帰り道どこ？こっちでええんすか？この辺って、普通に植物？あ、取れないんだ、これは。これは取れないんだ。これ怖いな。なんか食べ物取ってるうちに足場も崩しそうだな、これ。ちょっとだけにしとこう。うん、もういいや。うん、いい、大丈夫。最近食事情は大丈夫になってきたから。お腹空いても大丈夫ってことも分かったし。水中の中は体力減るけど、お腹がゼロになっても別に体力減らないってのが分かったからね。うん、てっきりヒットポイント減ると思ってたから。よし、船長、帰ろう。おぉ。いや、ほんと久しぶりだな。アデンさんの時みたいに車に乗りながらも、あ、喋ってる。そう。それが聞きたかったの。しかし、久しぶりだな、ビルダー。やっぱ会話してくれるんだ。帰りがてらも。船長もどうしてあそこにいたの？貴様あれからどうしていた？あ、結構いろんな旅したね。うん、いやー、そう、船長はあれからあのまま船ぶつけて、ほほ、空っぽ島だと。ちゃんと話してるんだ、これ。あんまり急いで到着するのももったいないな。会話のバリエーションが途切れるまでちょっとゆっくり走ってよかな。それとも距離によって出るのかな、この会話。面白い、いい人生じゃないか。どうしたの、この船長。すごい人っぽいんだけど。まあ、元人ではあるから。うん、骸骨だし。いい人生じゃないか。でも今指導と別れてしまってな。貴様の船を見るのが楽しみだ。行くぜー。うわぁ、はぁ、あ、失敗。どーっ、セーフ。なんだこれは、ビルだ。まさか貴様が作ったのか。なんで外出んの一回。あ、外じゃ出てない。上から行くんだ。そしてアデンさんがまた、あのポーズでお出迎え。来たぞー。どこ行くの？船長どこ行くの？え、どこ行くの？ちょっと船長。船長？
船長集合してくれる？これで。みんな船長連れてきたよ。船長？あれ船長は？あれ？あれ？船長？船長？あれ？また遭難した船長は下に、なんで下にいるんだって。どこ？船長どこ？いた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 。船長が務まる。え、なんでこっから僕アデンさんに話してんの？何これ？ちょっとなんでアデンさんに話すの？何これ？ちょっとどうしてアデンさんに話すの？どうしてアデンさんに話すの？何これ？ちょっと船長に話しかけらんない、船長に話しかけらんないんですけど。ちょっと何、君は何、仲間になりたくないの？何なの？なんで逃げるの？なんで逃げるんだ？ちょっと待って待って、なんでしかもアデンさんが出て、どんだけ話したいの君は。そんな壁から顔出してまで。分かったから。え、ちょっと待って、なんでこれ船長と話せないの？これバグってる？バグってない？これ話せないんだけど船長と。ちょっと待ってって、話すって出るんだけど話せないよ。これバグってるよ、完全にバグってんな。船作り素晴らしいですね。闇の中にいたらきっとこんな気持ちにならなかったでしょう。お前じゃねえ、お前じゃないから。え、なんでこれ船長と話、だからなんでアデスさんが話しかけてくるの？船の上から。ダメだこれ、一回ちょっとセーブしてあのロードしてきます。これダメだこれ。よし、セーブ&ロードしてきたぜ。船長どこ行った？船長どこ行った？今外にいたな。またアデンさんに話しかけそうだなこれ。え、なんで話しかけられるのこれ。あ、え、船長連れてこいくえだから、え、どうすりゃいいの？なんかバグってんだけど。一旦アデンさんこっちに引っ張っといて、船長で、船長に話すが出てこない。これ消えた。え？ん？やっと船長認められた？ちょ、船長いい加減に仲間になってください。あれ？しかしまさかここがハーゴン様によって生み出された幻の世界だったとはな。船長話しかけられたけど下に落ちちゃった。やっと船長が来た、フラグが立ったよ。何だったんだろう。そしてまたアデンさんはそのポーズだし、俺は船が沈んだ後目が覚めたらあの場所に流れ着いていた。そして今までずっとあそこで船を直そうとしていたんだ。貴様のものづくりを見習ってな。ごめん、相当壊した相当ボコボコに壊しちゃった。だがダメだった。ここの連中ともどうにも馴染めず、人でもないのに変人扱いだ。今までのことはよく知らんが、貴様も苦労してきたんだろう。お互いよく頑張ったな。 B だよ、箱舟の船長を任せてくれたことを感謝する。これからは同志として出航の準備をしよう。なんと船長が仲間に加わった。本当に生きてた。いやー嬉しいな。今まで本当散々冗談で言ってたのにやったぜ。マギールさんもこの勢いで復活しないかな、こっそり。てなわけで、なんとか船長の仲間に入れられたんで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。バイバーイ。芸人数こう集合するのも時間かかるんですよ。やっほー、失礼します。